さあ、じゃあ日夜行ってみたいと思います。今日の政治問題は5問、まあ本来5問あるんですが、まあちょっとこれ全部やってるとですね、まあ視聴時間がなくなったらですね、皆さんご覧いただけないので、ね、最初の3問行ってみたいと思います。でその中に出てくる大事な情報はですね、授業の最後にまとめますので、皆さんは問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。で皆さんご覧の通り長文読解形式の中でですね、並び替え問題が出てきますが、本文の意味内容を把握する必要性、それはいりませんからね。ですがこのあたりを踏まえた上で一緒に頑張りましょう。それではまず設問の指示の一読をお願いします。テミさん、こちら注釈ついておりましてですね、軌道という意味でございます。テミさん、それを踏まえてこの問いの26番、制限時間10秒で考えていただけるとよろしいかと思います。ではお願いします。テミさん、この後解説はホワイトボードでしますね。さあ皆さん行ってみたいと思います。皆さん、まず空所の左側ですね、並び替え問題で先頭に出てくる名詞と言われたら主語と判断していただいてよろしいかと思います。ですので主語の後は動詞が必要ですよね。で皆さん、選択肢眺めていただけますとね、ちょっと動詞が多いなぁというふうに感じる方多いかと思います。ですのでちょっと一旦保留させていただいてですね、皆さんなんか熟語に気づいてる方いらっしゃいますよね。皆さん、選択肢の1番とこの7番ですね、 What is called、 いわゆるうにゃうにゃという熟語でうまくいきそうですね。で、あと皆さん問題はそれをどこに置くのかということなんですが、まあ例えばいわゆる教養人、もしくはいわゆる生き字引みたいな感じで、 What is called の右側は名詞が来るはずですよね。で皆さん、それをどうしましょうと思うんですが、皆さんこの文末にですね、 First aid という名詞がおりますので、What is called first aid という感じで皆さんつなげるとうまくいきそうな感じがいたします。で皆さん、次の段階に行きますので、ちょっと皆さん色分けさせてくださいね。で皆さん、このオレンジの動詞のところをどうしましょうということで先ほど悩みましたが、こういつまでたっても悩んでる場合ではないので、思い切って入れてみたいと思います。でもちろん見ての通り主語単数形になっておりますので、動詞もそれに合わせていただけると、皆さん選択肢の2番の is が単数形でございますので、 is limited ひとまず置いておきますね。で、あと皆さん、リミットときたら後ろにくっつく前置詞、これが繋がりそうですね。で、皆さん、to 繋げていただけると、皆さん、後ろの first aid という名詞にも繋がりますよね。で、皆さん、次の段階でございますので、ちょっとまた色分けさせてくださいね。で、皆さん、残りの選択肢3、4、5。まあ、確かに3、can という助動詞がございますので、後ろは動詞の原型。ですが、can give と繋がりそうですね。で、もちろん5番の they は主語として働きそうですので、主語動詞。ただ皆さん、それをどこに置くのかということなんですが、このオレンジと青のところはちゃんと SV、 これで繋がって皆さん、 to の右側名詞ですよね。これもしっかり繋がっております。じゃあ、あとどこに入れられますかと言われたら、皆さん文頭の the assistance の右側に置いていただけると、皆さん、あの現象が起こっているということに気づきますよね。つまり皆さん、 assistance という名詞と they という名詞、そして皆さん、 give という他動詞を置いていただけますと、後ろに目的語が必要になってきますが、皆さん見ての通り目的語ないですね。そして皆さん、こういう並びを見て、あー、あれか、そうです、この間に関係代名詞の省略が起こりましたね。まあ、もちろん今聞いとくだけでよろしいですからね、後でまとめます。名詞が2つ並んで動詞の後ろに目的語がない、こういう並びになると皆さん、間に関係代名詞の省略が起こりましたからね。ですから the assistance they can giveと繋げていただけると、皆さん右側から左側、かけて訳出することもできますね。ですから、これで完成ですね。正解は、The assistance they can give is limited to what is called the first aid. これで、バッチリです。では、続いて問いの27番でございます。で、注釈ついておりました。これが負傷者。それを踏まえて10秒間でお願いします。では、どうぞ。行ってみたいと思います。さあ皆さん、先頭 It is a general rule that、 皆さん接続詞の that おりますので、その右側は SV とつながっていくはずです。ですから最初のところは動詞で、皆さん動詞はどれにしましょうということですが、まあ、選択肢のならば is は単数形でございますので、主語の casualties という複数形、これとは合わないですよね。そうなってくると皆さん 100% 動詞と言われたら、この should がいけそうですね。
で、もちろん助動詞の右側は動詞の原型でございますので、選択肢の中で動詞の原型と言われたら5番の B でいけそうですね。で、トメさん B 動詞の右側と言われたら基本的には形容詞が来ますよね。で、選択肢の中で形容詞はどれですかと言われたら4番の過去分詞がおりますね。ですからこういう感じで決まってきそうですね。サムさん、残った選択肢どうしましょうということですが、皆さん選択肢の一番 unless うまいことを使えそうですね。そうです、 unless は接続詞ですので、後ろは主語動詞とつながっていきそうです。で、残りの選択肢は主語と動詞はどれですかと言われたら、皆さん選択肢の2番と7番がいけそうですね。で、 unless it is、 で、皆さん先ほども出ましたが B 動詞の右側は形容詞おりますので、ここで問題ないかと思います。で、皆さん残った選択肢3番の not、まあもちろん否定語ですので、この unless it is、この右側に置いても良さげなんですが、皆さん unless はもしうにゃがないなら、ということでもうすでに否定の内容を含んでおりますので、このあたりにもう一つ否定語はいらなさそうですね。ということで皆さん前半の動詞のところを否定していただけますとよろしいかと思います。ということで皆さんこんな感じでいけそうですね。で、皆さんもちろんこうやって色分けをしているのは、こうやって完成した後ですね。どの順番で並び替えたのか、後で見直しをしやすくするためでございます。ですから第1段階はオレンジ、第2段階で考えたことは青、そして第3段階で考えたことは緑。こういう感じで皆さん考えて一応並べておりますので、見直しの際に参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで正解は Casuality should not be moved unless it is absolutely essential。 これでバッチリです。で、続いて問いの28番でございます。10秒間でお願いします。さあ、皆さん行ってみたいと思います。先頭 This information will determine the next step で、and 点点点ということですね。で、皆さん選択肢眺めていただけますと、なんか熟語に気づけそうですね。皆さん選択肢2、3、5で pass on toうにゃうにゃに伝える、そういう熟語がありましたね。で、皆さん to 前置詞でございますので、後ろ名詞があるのもうまいこといきそうですね。そしてあと皆さん残ってる選択肢で、皆さん助動詞 should がおりますので、その右側には動詞の原型が来ることが予想できます。で、選択肢の1番動詞の原型なので should と be でつながりそうですね。で、皆さん past の左側に置いていただけると、皆さん受動態として成立しますよね。で、あと皆さん残ってるのは選択肢4番と7番、もちろん7番 appropriate は形容詞ですので名詞につながっていきそうですね。で、もちろんこう文末に名詞がいるのでこういう感じでいけそうですね。で、もちろん選択肢4番冠詞の the も名詞の左側に置けばよろしいですね。ですから文末はこういう感じでいけそうです。ですから正解は should be passed on to the appropriate emergency service。 これでバッチリです。さあ、皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは1番、関係代名詞の省略。どういう時に省略起こるんですかと言われたら、まずは名詞が2つ並び、そして動詞の後ろにもう1つ名詞が必要なんですが、まあ、それがないと。で、そうなった時に最初の名詞2つ、この間に関係代名詞の省略が起こるんですね。これが先ほど問われてました。そして2番目、What is called? これはいわゆるという意味の熟語でしたね。そして3番目、B 動詞の右側。それは皆さん形容詞を置いてくださいね。もちろん過去分詞でも OK です。そして4番目、pass on A to B。A を B に伝える。これは皆さん先ほど受動態で問われてました。で、皆さん、ここまでがご紹介した問題の中に出てきた情報です。ただ皆さん、時間の都合上紹介できなかった問題の中で、これでございます。help の後ろの形が分かってるかどうか問われておりました。これ皆さん、品質ですので、改めてご紹介しておきますね。まず、help の右側。もちろん助けるという意味ですから人が必要ですね。で、後ろは to 不定詞有名ですが、 to が省略されていきなり動詞の原型を置いていただいてもよろしいかと思います。ですがこちら例文ご覧くださいね。 help her to open the door、 まあ、彼女がドアを開けるのを手伝うんですが、 help her open the door、 こういう形でも OK ですからね。そしてもう一つ、もちろん我々が助ける場合、助ける人の名前を知っていることもありますが、名前を知らない人も助ける場面もあるかと思います。ですが困ってる状況があれば何でも助ける。ですがこれがない状況も起こりますからね。ですから人が省略されてこういう形も OK ですからね。ですから例文こういう感じでございます。 help to save lives、 もしくは help save lives。 でこれ動詞が2つ連続するので
ちょっと変な感じがするかもしれませんが、そもそもはここから来てますからね。参考になさっていただけるとよろしいかと思います。タミさん、このあたりのお話のもう少し詳しい解説、それの動画はすでに存在しておりますので、それのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。もしよろしければこの後ご視聴いただいてもよろしいかと思います。サムさん、改めてご覧になっていただいてですね、知らない情報ございましたら、この後ノートを取っていただいて、で、ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。